気持ちいい。はい、なるほど。多分今だとここどうですか。うん、全然痛くないですね。はい。っていう感じですね。全然痛くない。はい。うん。同じですけど、うん、はい、柔らかくなったんですね。うん、あ、でもさっきこれぐらいですよ。うん。今だと痛気持ちいいぐらいですよね。うん、はい。こんなに即効性があったらもう面白いですね。そうですね、スルスルと、はい。頭も緩んでるので、うん、あ、中村さんは割とこう、うん、頭の方から来てるというかこう、はい、要はストレスからあっちこっちが痛いっていうのを、うん、本当に誰ですかストレスかけるのは。はい、多分やっぱこうお子さんいて充実してる反面、やっぱり次々忙しかったりとか、はい、多分まあ今ってね、季節的っていうか環境的にもいろいろちょっと日本でもね、あちこちいろいろね、不穏なことがあったりとか、うん、お、いてぇなんかジメジメする時期だったりとか、いろいろこう体に、そうですよね、まあ、日本って高温多湿でね、やっぱりこう過ごしやすくはない、カラッとはしてないので、割とこう生活工夫しないと何かとね、結構具合悪くなったりとかもあるんで、あ、やっぱ最後まで痛いですかね。いや、痛っきもーみたいな。うん、やっぱそのだんだんか、あの感じとしては、うん、いい方に行ってますかね。はい、そのあの引き方とか、断然です。今だとこう体温的にもムラがなくなってきてるので、部分的に暑いって感じも減ってませんかね。そうですね、うん、首なんか最初より押した感じも、なんて言うんだろう、いい感じですか。いい感じです。そうです、そうです、そう、うん、なんか程よい弾力とあったかさが出てきてるので、うん、うん、これは痛いだろうなっていう感じじゃなくなってきてますね。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今この場で、はい、この場でこの感じで、はい、はい、大丈夫ですか、うん、はい、ちょっと回していきます。怖くないですか。はい、大丈夫です。怖くないですね。はい、四つ広げるようにします。ちょっと怖いですか、辛いでしょうか。大丈夫です。大丈夫、はい、うん、2、3で少し強くします。はい、大丈夫ですか。もう一回、1、2、3、からちょっと腰痛に関係する筋肉をしますね。はい、失礼します。こっちもします。ね、はい、で楽にします。息吸って、ね、吐いて。お辛くないですか。ちょっと痛いですね。痛いんですけど、ここに緩んでくれば腰も痛くなくなりますので。そうなんですよ。楽にして、はい、はい、